このガキは何だ。ロボスさんを殺し立体軌道で乗り込んできました。そして世界はパラディ島が災いの種であり続けることを望んでいる。それが国々の団結を促し世界の安定を担保するか。多くの兵に兵団を見限る決断をさせた。我々の敗因はこれに尽きる。そんな、ソトーラを殺した連中に頭を下げるおつもりですか。ピクシス司令の言う通り、兵団内での争いは自滅でしかない。では全てはエレンとジークに委ねることに問題はないとお考えですか。は？同時にやるぞ。そしたらお父さんやお母さんが、レベリオのみんなが消えてなくなることになりました。ごめんなさい。お前よかったな、イエレナ。うまくことが運んで気分がいいだろう。とりあえずここで待っててくれ。へえ、こんな部屋があったんだ。皆さん。はい、どうも。サシャ、我らが国を追われる立場となり果てたのです。これが壁の外でのエルディア人の。これよりエルディア帝国にあだなす二人の義勇兵を処刑する。ヘレンはイエレナに話を持ちかけられた時からそうするしかなかった。断ればイエレナはどんな手段を使ったかわからない。だが承諾したと見せて自分は味方だと思い込ませること。俺にはわからないな。正しい選択なんて未来は誰にもわからないはずだ。ああ、そういやロボフさんはまだか。いや、もう登ってくるはずだが。